本日これですね、今回ですけども店長から連絡もらって今来たんですけども、その連絡がですねちょっと俺ねもう聞いた瞬間にちょっと笑ってしまったんですけど、店長のもとにウームから連絡が来たと。へえ、ウームってあの YouTuber の事務所ですよね、はいはいはい、ヒカキンさんとかはじめしょうがいる事務所のマネージャーから店長と連絡が来たっていうどういう展開なんかなって思ったけど、っていう話を聞いて興味がありすぎて見合ってきたっていう次第なんですけど、店長ほんまなんですか？マジマジほんまマジで来ましたよ。店長はウームは知ってるんですね、僕らから聞いて。要は自分らとは違う事務所やけれども、はい、かなり大きい会社やな。まあそうです、でかい、はいはい、YouTuber 事務所最強ですね、うん、ちなみにあの会社って株式会社ウームやな。多分そうなんちゃうんすか、多分そうだと思います。はい、自分の会社のことを、はい、ウーム株式会社っていうなかなか素敵なマネージャーさんやってんけど普通自分の会社が、はい、株式会社が先につくか後につくかっていうのは社会人だったら話してると思うんだよね。まあそうですね、すごいね。あとねこの子ね、はい、あこの子ちゃんはまだねすごいんですよ。マネージャーにまでなっておきながらまだ声が曖昧なんですどう聞いても声がね小中学生ぐらいなんですよねでもまあ実際に声変わりしてないような声の人もいるじゃないですか。ああまあいますね、まあ、実際いるんで、うん、それだけで判断してないと思うけど、内容はどうですか？安原さんって方なんですけれども、安原さんいるんですかね、ウームに。あのねすごくね、はい、声がボソボソしとってたんです。あでもう一度言っていただけますかって何回か聞いたら、だん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 声が小さくなっていくんだよね、はい、あなた声変わり前ですけど大丈夫ですかって言ったら、いやまあはいみたいな最初にもしもしで入った時に、うん、ウームのマネージャーなんですけどもから、うん、要件はなかったんですね。要件はなんか言おうとはしてたんやけれども、はい、だん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 声が小さくなっちゃったね、はい、俺もまだまだ若いねもうちょっと優しく聞いてあげるべきだったね、はい、まあでも一応まあウームのマネージャーにまでなりやがった男ですから、そうですね、多分まだ義務教育終えてないとは思うまあでも要するにいたずら電話と。もうね、電話番号ね、はい、どれほどネットにさらしてやろうかって思ったことがね2月24日のことですわやっぱりいたずら電話は増えてるんです、減ってるんです。何回か僕ら話題したことあるじゃないですか、いたずら電話、実際あれからどうなんだろうっていう。ここ数日はなんかめちゃめちゃ増えましたね。バイトくがね、もう電話取らなくていいんじゃないですかっていうレベルで。そんなレベルですか？そんなレベル、そんなレベルだったら無言電話みたいな。一番多いのは無言やね。あ、まあ、あとは光りますかですね。ああ、そうめっちゃ多いね。いいわけねえじゃん営業中によ確かにね、絶対いるわけないんで、もうそれかけてこないでください。そうやな、やっぱ迷惑電話に関してはもう警察に届けていくっていう方針ですよね。いやもうバン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 報告がかけてる。ポリース面から何とか電話がかかってきた子もいるんじゃないかな、はい、ああなるほど。どん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 警察を密室になっていってる関係が。おかげさまで下手したら姫路一迷惑電話かかってる場所ですよね。自信があるぜだってなかなか迷惑電話って普通かかんないですね。まあ、かからんな、どんだけ大きな企業で。あとたまにあるのがヒカルの友達なんですよ。ああそれは聞いたことあるわ。でヒカルの友達なんですよ、彼の連絡先教えてもらえませんかねかいお前ほんま友達って結構ね面白いのもあるね。全部控えてってるんやけれども、はい、カツ丼注文してくるやつとかあと唐揚げくん注文されたこともあるね。電話欲しいんすか、うん、すごいですね。番号言うたろか全部控えてるもうとりあえず迷惑電話に関してはやめてください。もう、うん、着信拒否とかでできないですよ。一応やってる。ただ俺の方でも、まあ、ここが底意地が悪いんでしょうな私ある程度情報を取っとかんと警察の方も動きにくいんだよねって言われたから、分かりましたーみたいな感じで全部控えてる。動かしてるんですか？全部エクセルのファイルでピチッと管理してる。エクセルの中で動かすだけ動かして超えてきたら捕まえると。そうそうそう。でね、エクセルって便利だよね。検索と選択ってやつで文字列打ち込んだら、それが過去何回電話してきた、何時頃に電話してきたって全部打ち込んでるから非通知ではかけれない設定なんですね。このそう。ああ、じゃあもう電話番号絶対に乗るんですね。非通知と公衆電話は不可能っていう設定にして。ああ、一番結局じゃあかけてきたやつは全部もうバレてますと。でなかなかね、ハートの太い子おんで、大阪06とかね。ほほー、君は自宅の電話番号使うこの前ね、ネットでね、何度もかけてくる子がいるから、その電話番号検索してみたのかよ。はいはいはい。和歌山県のね、竹なんちゃらさんっていう方の電話ですっていうふうにネット上で出るんだよね。個人名まで出てるんやけど大丈夫か、住所までわかるぞ俺結構じゃあもう常連なんすかね、迷惑電話。迷惑電話の本体なんかもしれないでもなんかネットサイトで迷惑電話を貼り付けるみたいなサイトって、あ、あるある、聞いたことあるんですけど、そういうとこって貼っていくのか店長でやりそうなんですけど、あるんすか？でもいい
だからまあちょっとね、迷惑電話する時点でもバカなんですよ、若干バカです。店長も暇じゃないでもバイト分も結構忙しくしてるみたいなんで、ね、でもやめてください。もうこれ何回も言ってますけどね、これネタとかじゃなくほんまに迷惑なんで、やめてください。もう僕もいないんですから絶対に。あと大会いつ開いてますかとかそういうのも多いんですよね。そうやね、それはね正直ね、はい、それぞれのネットの公式サイトとか、はい、そこに見てくれたら全部載ってますから。あと店長のブログ、通称ブログですね、ブログに結構載ってるみたいなんでそれを見てからできれば電話っていう風になってくると、うん、結構店長的にはだいぶ楽なんですよ。そうやね。で正直言うとブログの更新も最近止まってる理由っていうのが、はい、こういうね些細な仕事が多いんですよ。絶対にだからやめてくださいね、これラジオクラブネタじゃないですよ。まあそらまあそらそらそら。あとね、一つだけお願いがあるとしたら、はい、ちゃんとした要件があるんやったら別に電話をかけてきてくれるのは問題ないんだけれども、はいはい、はっきりと目的を決めてから電話してほしいね。ちょっとね、この子は何を言ってるんだっていうふうに思ったのがあるんだけれども、はいはい、最初電話してきた時、遊戯王の高いカードって何ですか。抽象的ですよね。まあそうですね、ごめん、何が欲しいかわからないからよく考えてから電話してくれっていうふうな感じで電話を切ったんですよ、はいはい。で、2日後電話があったんですよね。すいません、今一番高いカードなんです。それはどういうつもりで聞いてんのかな、売りたいの、それも買いたいのって聞いたら、売りたいんですよ。売りたいんや。じゃあまず君が持ってるものを持ってこないとわからない。いや、でも何が高いかわからないって聞きたかった。そうなん、お前持ってないのかと調べたらわかる。で、その次にもうちょっと質問内容をはっきりしてから電話してた方がええんじゃないか、学校の先生が思ったね、ほんま。で、それで電話切りました、はい。次の日ですわ、チャレンジャーやな、同じ携帯の電話番号からかけてくるんよ。 すね、すいません、光いますか、それが高かったみたいな。結局そこなんですね。そこなんや。でも確かに店長が有名になってきすぎて威圧感も感じされてきて、なんか言ったら清原相手でデッドボールが多くなるんでしょ。で、店長の電話越しにしたらちょっと緊張する人もおるんですね、もしかしたら。たまに言われますね。例えば店に来て、うわーママ店長やおい本物や、なんかめっちゃ緊張してるんですと言うけど、別に普通に来てくれたらいいんですけどね。だからとにかく多いと迷惑電話が、昨日あったのが下2桁が44の家電やな、大阪府の。なかなかチャレンジャーの声やね。最初、うーとかってへの音を流しようかで、そうそう満足したかなって思いながらしばらく聞いとったら、勝手にガチャンと聞いてやった。その後で、はい、光りました。ほう、そいつはバレてないと思っているんだ。自分の番号が載ってないと思ってるんですよ、多分ね。残してないとでも思ってるんかもしれへんな。大阪06のね、次の番号が6ですわ。特定されるぞ、ほんまに。ほんまにな。もう2桁が44の方ですわ。絞られてきたな。もう1つ2つぐらい数字言うたのか。とにかくほんまにやめてくださいね、こう見たとかでなし、マジで。まあね、ちゃんと用があるんやったらこういうカード持ってるんやけれども、売りに行きたいんやけれどもどうしたらいいですかとか。でも小学生から店長って怖いんでしょうね。若干威圧感を持ってるんで店長、どっちかしたら。若干な。何フレンドリーなの。いやいや、多分店長の機嫌悪い時の顔を見た時に子供泣き出しますよ。言っとくけどな、お前らがなうちの店に入ってくる時の顔も大概やつ。この世の終わりみたいな顔して入ってくる場面結構あるんやけれど。僕はでもまあ、心も強いんで、打たれ強いんで、店長の別に嫌な顔を見てもダメージゼロなんで、もっと見たいと思うんですよね。なるほど、打たれ強い言うと割には大変ね、恥ずかしい。中インフル入ってるになる。まあ、しゃあないです。それ言ったらまあもうここに関してはもう体と心は別物なんでね。とけど俺の中での自分の印象って、はい、いや、わくわかんないな。環境の変化にめちゃめちゃ弱いけど、はい、喧嘩っ早いっていう、よくわからない生き物。いやでもまあそういうのいるからいいんですよ。人方もいっぱいいらっしゃる。人間もやっぱり、ね、弱い人間がいないとね、店長も強くならないでしょ。お前さん環境省のレッドデータブックに載るんじゃねえのか。今日はそうやん。いや、というわけでね、もうとりあえず迷惑電話もうないようにお願いします、うん。これはもうほんまネタとかじゃなくてガチでないように、まあもう保存されてるんで警察とかから電話かかってきたら困ると思うんでね、親にも怒られるし、子供とか言ったらね、そういうのないようにお願いしたと思う。じゃあ今回はね、注意喚起になったんですけど、まあ、ほんまにウームがかかってきたら店長どうします、店長ウーム入られませんかみたいな。あ、今やったら年間契約で5000万ぐらい払いますよ。ああ、その時は自分らに真っ先に言えるわ。若い。俺大体なんかあったら自分らに真っ先に連絡言えようね。でウームからかかってきてほしいね。でも店長の音にテレビ局とかかかってくると、そういうのは待っとる。あ、取材とか。そう、はあ、そういうのでちょっと沸かしてほしいですね。いたずらじゃなくて、イッテQ出ませんかとか、イッテQ送り飛ばされるの、こんなのがあったり妹の代わりに。
え、なんか肉つけてこのドラマ多いんだよ。足遅いだよ俺。店長行ってきて妹だけど絶対おもろいよ。まあおもろいな。体張るし。足取ったらドンかって思うような。どっかの民族で店長踊っとるみたいな。キャンプファイヤーで行こうと踊っとるみたいな。絶対にやる。それ妹枠じゃなくてどちらかといえば春日枠じゃないですか。結構見てるんですよ店長。面白いよねあれ。はい、というわけで、もう今回はこの辺で終わりたいと思います。ほんまにやめてください。終わります。ありがとうございました。この動画でまた増えそうですね。何のための動画やねん。注意喚起という名のネタ動画じゃないですか。